き者、それが僕です。そっと祈るように響かせる、体中に例えばかすったネットで、あなたのリズムで流れている、それが君です。気まぐれに気まじめに僕を導いてゆく。つないだ手が語りかける、声になる前の優しい言葉、thank you.